飛行艇はまだと一応買い物をするくらいの時間はあるみたいだけど。どうするの、エステル。それじゃあ軍艦が来るまで待たせてもらうことにしましょう。迎えに来る軍の飛行船ってあのごつい装甲の飛行艇よね。警備飛行艇ですね。軍の主力艦艇ですから多分そうだと思います。火力、積載量、機動性の全てにおいて高い性能を持つ王国軍の警備飛行艇。10年前に開発されてから様々な改良がなされたそうね。はい、基本性能の向上に加えて様々な追加兵装を加えることが可能になっています。哨戒機、偵察機、攻撃機、各艦艇の兵装を変えることで柔軟な艦隊編成を目指すという構想に基づいていると聞きました。さすがは飛行船先進国だ。共和国にも飛行艦隊はあるが、張り子の虎に近いからな。それは帝国でも同じさ。飛行艦隊もあるにはあるが、やはり主力は戦車師団だからね。まもなく第一発着場に。王国関係者以外の立ち入りはどうかご遠慮ください。おっと、来たわね。あれ、なんか聞いたことのないエンジン音のような。これは、あ、妙なところで再会するじゃねえか。よろしくね、エステルちゃんたち。どうしてナイアルたちがアルセイユに乗っているのよ。それは私の方から説明させてもらうよ。あ、ユリアさん、どうして昨日はアルセイユが来るなんて教えてくれませんでしたよね。殿下を驚かせたくて秘密にしておりました。どうも申し訳ありません。もうユリアさんからでは、アルセイユを使うのはおばあ様の計らいなのですね。ええ、ご推察の通りです。どうして女王様が？名高き親衛艦を投入すれば、竜の出現に怯える人々の不安を減じられるのではないか。そのようなご配慮というわけだ。ああ、なるほど。さすがアリシア陛下だ。そちらの記者諸君がいるのも同じような理由なのかな。まあそういうことだ。今度の竜の出現はインパクトが大きすぎるからな。うちの報道を通じて国民の動揺を防ぎたいらしい。ナイアル殿、くれぐれも。待って。
ってますって。機密は記事にはしませんよ。ただ公正さを保つためにもある程度は突っ込みますぜ。時間通り来たようだな。あ、ボルガン将軍。同行を認めてくださって感謝しているわ。まあ、女王陛下のご意向もあったからな。誤解のないように言っておくが、お主らはあくまでオブザーバーの身に過ぎん。基本的には我々の作戦を眺めてもらうだけにしてもらうぞ。うん、それでいいわ。軍の作戦でケリがつくならそれはそれでオッケーだし。せいぜいお手並みを拝見させてもらいますよ。まあいい。姫様、どうぞこちらへ。ブリッジに案内しますゆえ。ですが、王家の船に姫様を客人としてお乗せするわけには参りません。クルーの士気にも関わりましょう。わかりました。相変わらず素っ気ない人よね。いい加減遊撃士を認めてくれてもいいのに。頑固な方だから態度をいきなり変えるのを良しとしないのだろう。君たちの案内は私がさせていただくよ。改めてようこそ遊撃士諸君。王室親衛隊所属巡洋艦アルセイユへ。遅かったか。行っちゃった。もう少し早めに起きて出発しとくんだったな。仕方ない。竜の観察はエステルたちに任せとくか。そうですね。でも一度アルセイユに乗ってみたかったな。なんだ、またメカフェシかよ。だって見どころが満載らしいんですよ。新型エンジン発揮を格納するエンジンルーム、高度な情報処理機能を備えた次世代型ブリッジ。うん、憧れちゃいます。たく、目をキラキラさせやがって。でもアガットさん、これからどうするんですか？
か。そうだな、まずは代わりの銃剣を調達しておきたいところだ。しかねえだろう。南が行くの武器屋で同じものを調達しておくか。アガットさん。よう、テッド。受付のお兄さん。ああ、やっぱり間に合わなかったみたいですね。今なら動力通信が通じますけど、アルセイユに連絡しますか。いや、別にいいさ。しかし、わざわざ俺たちが乗れたか確認しに来たのかよ。それもあるんですけど、実は昨日の最終便でアガットさん宛ての速達物が届いていたのを見つけたんです。俺宛ての速達物だと。ええ、ラッセルという方からの小包みなんですけど。え、おじいちゃんからの。では、王国軍による竜捕獲作戦の説明を始め、本作戦は飛行艦隊によって遂行されるものだ。地上部隊はリベール各地の警戒、防衛に徹するのみとする。リベール各地ということはボース地方だけじゃないわけね。昨日の一件で竜の飛行能力がかなりのものであることが判明した。いつ他の地方が襲われぬとも限るまい。うん、確かに。そこで今回の作戦にはこのアルセイユに加えて警備飛行艇12隻を投入する。これは全警備艇の5分の2に相当する数だ。あの警備艇が12隻も？それは大盤振る舞いだね。ユリア隊員。は。うわ。これは今回の作戦行動図ですな。その通り。今このアルセイはボース上空を巡航しておる。本作戦でアルセイは作戦司令部として機能する。そして実際の哨戒活動は広域レーダーを搭載した警備艇8隻に当たらせる。竜が上空に現れたら確実に捕捉できるはずだ。そして竜が発見された場合、警備艇が急行しガトリング砲で牽制しながら竜をバレリア湖上空に誘導する。そして竜発見と同時に麻酔弾を搭載した警備艇がレーストン要塞から緊急発進し、追い立てられた竜を迎撃。ありったけの麻酔弾を持って竜を沈黙させるというわけだ。
竜捕獲作戦の概要だ。うわぁ、さすがにギルドとは作戦のスケールが違うわね。竜が麻酔弾で倒れなかった場合、捕獲から退治に切り替えるのかしら。全艦隊による集中砲火を持って撃破するしかあるまい。女王陛下は退治よりも捕獲を優先してほしいとの意向だが。え、どうして？竜といえば伝承にも登場する極めて珍しい生物だからだ。退治は忍びないとおっしゃっていた。そうですね、結社に操られている可能性も高そうですし。そっか、そういえば竜を操っていたレーベって男、ゴスペルを持ってたわよ。動力停止現象も危険だな。ラッセル博士によれば、動力停止現象の連鎖範囲はおよそ5アージュだという。故に各艦艇には10アージュ以上竜に近づかないように徹底させる。そうすれば問題ないはずだ。なるほど。恐れ入った。万全の対策というわけだね。我らも伊達に百日戦役を経験したわけではないからな。まあこの作戦が失敗したらさすがに打つ手に困るところだ。その時はよろしく頼むぞ。首相なこと言っちゃって。作戦が失敗するなんて思ってもいないんじゃない？当たり前だ。この作戦問題があるとすれば、銃が発見されるまで辛抱強く待たねばならんことくらいだからな。確かに。無駄足だった場合はどうするの？いや、これまでの結社の手口を考えたらそれはないだろう。必ずやあの竜を使って何かしでかすつもりに違いない。そっか、確かにそうね。それでは遊撃手職竜が発見され次第アナウンスでお知らせする。それまでは艦内でゆっくりくつろがれるといいだろう。エステル君、艦内の散策中かい？ま、そんなとこだけど。って、あんた作戦前に何飲んでるのよ。これは前祝いの作天才詩人と伝説の竜との運命的開口を祝っているのさ。天才詩人はともかく、伝説の竜ね。もしかして帝国にも竜の話があったりするの？ああ、もちろんボース地方にほど近い南部では逆に。なんだお主。どうしたの、モルガン将軍。改めて作戦計画を見直していたところだ。完璧に見える計画でも時を経て見返せばアラが見つかるものでな。それで何か欠点は見つかった？いや、今のところはない。よほど不測の事態がない限り本作戦は成功を収めるはずだ。残念ながらさすがに今回はお主らの出番もないだろう。
ま、だといいんだけど。でもいざとなったら私たちも手を貸すわよ。上官を許可してくれたんだもん。少しは期待されてるってことよね。無論そのつもりだが、お主らが自由に動けるのは我々の作戦が終了した後の話。作戦行動中はあくまでこちらの指示に従ってもらう。大丈夫、分かってますって。まずはおとなしくお手並みを拝見させてもらうわ。ふん、小娘が言いおるわい。竜と遭遇するまでまだ若干の猶予があるはずだ。それまでせいぜい準備を整えておくがいい。エステルじゃないか。どうしたこんなとこまで。ジンさんこそこんなとこで何してるの。あ、ひょっとして昼寝とか。そいつも悪くないが、少し稽古でもしようと思ってな。狭いところでじっとしてるのはどうも落ち着かなくていいか。そういうお前さんも散歩か何かの途中のようだな。私もじっとしてるの。でも稽古、運動するには狭すぎるんじゃない。何、瞑想や呼吸とか。だが思うところがあるなら、この俺でよければ喜んで大連の相手を務めよう。その時はよろしくお願いするわね。おう、楽しみにしている。シュア君の写真撮ったのは私なんだよ。そのせいでエステルちゃんが落ち込むなんて嫌だなって。そっかごめんね、ドロシー。ううん、気にしないでいいってば。私の方がお姉さんなんだし、エステルちゃんを励まして当然だよ。もし他にも悩みがあったらいつでもドーンと相談しちゃって。よう、エステルじゃねえか。竜が現れるまで暇つぶしってところか。まあそんなとこね。いや一応確かに。
んだ。あら、エステルは散歩？うん、そんなとこ。風にでも当たってたの？ええ、いい天気だし、くつろがせてもらってるわ。出番に備えて休むことも私たち遊撃士の仕事よ。特に今回みたいに時間が空くときはなおさらね。うん、それは分かってるけど、シェラ姉は今回の作戦が失敗すると思ってるの？さーて、どうだろう。まあ常識的に考えれば成功する可能性の方が高いわね。何しろ虎の子の警備艇が12隻も出撃してるんだもの。どれほど古代竜がすごくても逃げ切れるとは思わないわ。うん、そうだよね。今回はモルガン将軍もすごく自信ありげだったし。でもそれはあくまで表向きの顔に過ぎないわ。遊撃士を乗せることにはそれを振り切ってまで。モルガン将軍にも不安があるってこと？そう考えれば、だからこそ今はリラックスってわけよ。ふう、私も散歩を続けてこよっかな。そうなさいな。王家の船に乗る機会なんて。そうだ、そうね。もしかして落ち着かない？エステルさんの言葉で館内をご覧に。これはこれは、エステル君、アルセイユは気に入ってもらえたか？うん、もちろん。さすがに女王様の船は一味違うなって思ってたところ。お褒めに預かり光栄だ。新型エンジンが間に合い、我々もホッとしているところだよ。とも、これほど大規模な作戦があるとは思わなかったが。確かに、まさか竜が現れるなんて。ああ、我々にとっても全く未知の相手だからな。万全の計画があるとはいえ、油断することは許されない。万が一の場合も考え、覚悟しておいた方がいいだろう。その万が一に備えて私たちが呼ばれたわけか。ああ、できれば諸君の手を借りずに済む。いかなる結末が待つものか。聞いての通り、竜はマルガ鉱山上空に現れた。ディスプレイを見るがいい。マルガ鉱山、ロレントに現れたんだ。よく見つかったわね。
迎撃地点はどこに設定されますか？そうだな、湖に誘導するとはいえボートに近づけるわけにはいかん。迎撃地点はレナート川の河口付近に設定。哨戒艇は川沿いに竜を誘導、攻撃艇は直ちに発進せよ。アイサー、こちらアルセイユ、作戦行動中の全艦艇に告げる。迎撃地点はレナート川の河口付近。全哨戒艇はフォーメーション B で川沿いに竜を迎撃地点へ誘導。全攻撃艇は直ちに発進し迎撃地点に急行せよ。まさか彼が奴らの手に落ちるとはな。いっそ俺の手で切りよう。ここで俺が動いたら同じことの繰り返しだ。俺も彼も同じ立場というわけか。エイドスよ、混迷の大地に立つ我らをどうか導きたまえ。全攻撃艇発進しました。配置完了の予定時は一蓋二丸です。うん、アルセイユ発進。迎撃戦の南西へ急行せ。アイサー、各部への動力伝達を再開。アルセイユ発進、レナート川河口南西へ急行せよ。攻撃艇所定の配置につきました。麻酔弾の装填も完了。よし、あとは竜が現れるのを全攻撃艇撃ち方用意。アイサいよいよですね。手も足も出なかったが、やれやれ、スペクタクルだったね。バレリア古城に竜が墜落したのを確認。このまま予定通りワイヤーで拘束しますから。うん、安全が確認され次第アルセイユも降下せよ。着水して調査を行うぞ。アイサー、
ルセイユ着水完了。竜の反応未だありません。よし、この目で確かめるとするか。タイ、ついてくるがいい。はっ。あ、ちょっと君たちも来るといい。伝説の古代竜だ。めったに見られる機会はないだろう。船内にお戻りください。大丈夫です。それにしても間近で見ると本当に大きな生物ですね。これって本当に眠ってるの？心音は確認されたから死んではいないはずさ。まあ普通の魔獣なら千匹は眠らせられる量の麻酔が打ち込まれているからね。簡単には目を覚まさないだろう。そっか。そういえば、あのレーベって男はどうしちゃったのかしら。どこかに身を潜めている気配はなさそうだが。実験の要となるゴスペルはあのレーベ君が持っていたはずだね。それがここにないということは実験を放棄したということ。竜を追っていた哨戒艇によると人の姿は確認できなかったそうだ。最初から乗っていなかった可能性は高いかもしれない。無理もない。おそらく我々の作戦を知って恐れをなして逃げたのだろう。そんな殊勝な男とは思えないんですけど。そうね、油断はしない方がいいわ。ところで竜はこの後どこに運ばれるのかしら。とりあえずこの状態のままレイストン要塞まで栄光させ、後のことは陛下やカシウスと相談して決めるつもりだ。なるほど。あれ、なんだドロシー、また何か見つけたの？気のせいかもしれないけど、この子の額の部分変な風に盛り上がってない？え？本当だ、丸く盛り上がってるわね。切れ目があるみたいだからひょっとして目だったり。まさかそいつが本命か。誘導弾ロックしません。熱源は探知しているのに。
何らかの妨害波を発しているということか。ならば手法に切り替えろ。竜の速度さらに上昇中。時速2300セルジュ、2400、2500。くっ、なんという化け物だ。警備艇の最高速度を軽く上回るとは。ですが新型エンジンを搭載したアルセイユなら全クルーに告げる。これよりアルセイユは最大戦速まで加速を行う。各員 G に備えよ。どういうこと？急加速の G がかかります。しゃがんで姿勢を低くしてください。絶対に竜を逃がすな。はい、マン。うわフリ峡谷の北西部、霧の深い難所に逃げられた。例の空賊アジトにアルセイユを止められるか。いえ、アルセイユの大きさでは不可能です。そうか、作戦終了。航続している哨戒艇に峡谷周辺を監視させろ。アルセイユは一旦ボースに戻せ。逃げ込んだのは霧降り峡谷の北西部、空賊アジトがあった場所より奥にある霧の深い難所です。つまり飛行船を使った捜索は難しいということですね。残念ながら地上から捜索部隊を派遣するしかないでしょう。ちょっと待って、大勢の兵士を差し向けたらまた竜に逃げられちゃうわよ。そうね、ここは少人数で捜索して竜の隙をついた方がいいわ。つまりこの先はお主らに任せろということだ。難所の探索は軍人よりも我々の方が慣れていますからな。適材適所というやつでしょう。だがお主らとて捜索するあてはあるのか。確か峡谷の北西部には道らしき道もなかったはず。行き当たりばったりでは何日かけても終わりはせんぞ。それはそいつは任せとけ。お主はアガット、ディータ。よう、邪魔するぜ。失礼します。どうしてここに？それよりももう動いても大丈夫なの？怪我の方は問題ねえ。ただのかすり傷だからな。ディータ、本当？
はしてないと思うよ。そっか、だったらいいんだけど。体力だけは有り余っているようだな。任せろと言っておったが、作戦の顛末は聞いているのか。ああ、ルグラン爺さんから大まかなことは聞いてきた。竜は霧降り峡谷の北西部に消えたそうだな。うん、そうだけど。霧降り峡谷について詳しいやつを知っている。そいつに頼めば竜の隠れた峡谷の北西部に渡れるだろう。ほう。それって誰なの？峡谷の東側に住んでいるウェムラーっておっさんだ。昔道もない北西部に渡ったことがあるらしい。さ、日頃の地道な情報収集が実を結んだということだね。しかし実際に竜を見つけたらどうするつもりだ。お主らだけで退治できるような生優しい相手ではないぞ。竜の額にはゴスペルが仕込まれていたそうだな。まずはそいつを何とかするのが先決だろう。考えてみればあれのせいで竜が暴れたかもしれないのよね。今までにもゴスペルはいろいろな異常現象を起こしているし。ゴスペルを無力化できれば竜の暴走を止められるということか。うん、理屈としては合っている。ゴスペルの無力化というと、ケビン殿が使った方法を思い出すな。あの時はアーティファクトをゴスペルに叩きつけることでショートさせていたが。そんな悠長な真似はしないさ。フレームごとゴスペルを破壊するだけだ。何？ちょっと待って、ゴスペルを壊すってそんなこと簡単にできるの？確かものすごく硬いフレームで包まれてるんじゃなかったっけ。それについてもなんとか目処がついた。こいつだ。それって根元に何かのユニットがはめ込まれているみたいね。今朝ラッセルのじいさんが定期便で送ってきた新発明、ゴスペルのフレームを破壊するためのユニットだ。一体どういう仕組みなんだい？ですね、このユニットがフレーム素材のみ崩壊させられる波長の高振動をブレード部分に与えるらしいです。振動が原因で 2,3 回使ったら壊れちゃうそうなんですけど、うまく刀身を食い込ませられればゴスペルを破壊できるそうです。よくわからないけど、めちゃめちゃすごそうな発明かも。さすがは王国一の天才学者だ。さっきティータにつけてもらったばかりだが、どうやら問題なく動きそうだ。あとは実際に竜を探し出して額に食らわせてやるだけだが、どうだい将軍さんよ。まったく、そこまで用意されたのでは認めてやるしかないではないか。それじゃ俺たちに任せていいんだな。うん、やれるだけはやってみるがいい。ただし念のため飛行艦隊を峡谷の周りに展開しておく。お主らが竜を逃がした時即座に対応できるようにな。上等だ。無駄玉を打たせないようせいぜい気張らせてもらうぜ。この後アルセイはボース地方の上空を巡航する。竜の居場所が特定できたらよろしく連絡をお願いしたい。うん、任せて。竜の居場所が分かったらジークに伝えてもらいます。私が同行していない場合もエステルさんの近くにいるようお願いしておきましたから。殿下、同行するならばくれぐれもお気をつけくだされ。エステル・ブライト、それからアガット・クロスナ。なんだ？もし竜が峡谷から逃げたら
軍が責任を持って何とかしよう。もう二度とリベールの民を傷つけるようなことはさせ、だから失敗を恐れずにやれるだけやってみるがいい。モルガン将軍、まさかあんたからそんな言葉が聞けるとはな。どういう風の吹き回しだい。何、ただの社交辞令だ。大尉、出発するぞ。はの東側の山小屋に住んでいるはずだ。それよりもやっぱりついてくるつもりか。もちろんで、振動ユニットが故障したらその場で修理できますし、飛んでいる相手だったら動力砲が役に立つと思うんです。しゃあねえな、あまり無理して足を引っ張るんじゃねえぞ。はい。何？何だってんだ。いや、なんと言いますか、今まで以上に馴染んでるなって思って。どうやらいいことがあったみたいだな。何言ってやがる。焦ってやんの。でも気持ちの整理はつけられたみたいじゃない。まあな、もう一人で突っ走って自滅するような真似はしねえさ。またどこぞのちびすけに怖い顔で叱られたくねえしな。
てと。まずは峡谷の東側にある山小屋を訪ねるのよね。なあ急ぐぞ。